佐賀端にある関の漁道馬会、東志港は、木曽川本川下流部に建設された関である。木曽川大関とも呼ばれる。木曽川川口から 26km 上流、佐賀愛知県稲沢市、宇願岐阜県橋間市の愛知、岐阜県境に建設された、河道関で、独立行政法人水資源機構が管理している。全長、721.5メートル、幅、 7.5メートル。本体の施工者は、前田建設工業。木曽川用水下流部の水源として建設された。この地点には、旧、鞘川取水口があったが、関の建設とともに改良され、ここから木曽川用水が流れ出している。目的は、上水道、工業用水、灌外愛知県名古屋市に、上水道を供給。また、三重用水を通して、 三重県に上水道と灌溉用水を農備地区一帯に工業用水を供給している。さらに、長良川にある長良川川口関と連携し、長良道水を通して北半島方面にも上水道や工業用水を供給している。関の管理用道路は、1976年2月26日より、岐阜県道、愛知県道134号桑原、祖父江線、 馬ま大橋として強用されている。これより、下流には席がなく、この下流が奇水域となりうる。あゆなどの素状の助けのために、席には挙動が設けられている。馬ま大橋に関するカテゴリー。ありがとうございます。